こんにちは、東京大学のさくらです。メディアと社会というセッションで話すということで、先ほどからあるいは昨日からちょくちょく話題に出ています今やっているファイブというミニコミシーのことについて中心にお話をしたいと思います。タイトルはグローカルな現象ということで、ローカルな現象、具体的にはこの福島の話が直接グローバルな現象になるということで、そこでそのメディアがどういう役割を果たすかという話になります。先ほど早野さんがお話しされて、もう彼はまさにそのグローカルにこうしているわけで、もう毎回早野さんの話聞くとすごいなと思うんですけども、パワーと、パスペクティブに圧倒されるんですけれども、あれは早野さんというかなりこう俗人的な個人の尽力とスーパーマン的な活躍のところが大きいというふうにも思いますので、もうちょっとそういう俗人的な話ではなくて、場をどういうふうに作っていくかというところが意識して話をしていきたいと思います。最初に私と福島の関わりをちょっとどういうことでやっていたかということを、先ほど宮井さんのところでちょっと名前が出ましたけれども、東大の医学部の中川圭一さんが主に飯舘のところで放射線に関するいわゆるリスクコミュニケーションをやってらっしゃって、その研究チームに入ったのがきっかけです。でこれは飯舘村の小学校中学校の先生が放射線教育をしなければいけないというので、カリキュラムから教え方からすごい試行錯誤されているところの、そこの先生方の研修会のお手伝いを、万さんのお父様の万信彦先生が放射線の専門家の顧問で行ってらっしゃって、で私はそのワークショップをデザインするという形でやりました。で学校の先生はやっぱなかなかこういうところでうまくいかないっていうその本音がこう言いにくいところがあるんですけれども、うまい具合にワークショップをデザインすると結構いろいろ本音をおっしゃってくださって、問題が出て割とうまくいったとか、2013年の7月夏のこんなことをやったり、それから調査を主にいろいろやっておりまして、そのごく一部なんですけれども、これは福島から避難された方、京都と高知に避難された方がその避難先でどういう地元の政教とかさまざまな PTA の方と結びついて、どういうその対放射線に関する活動を始めていらっしゃるか、地元の人々がその放射線とか放射能に関してもともと持っていたどういうイメージか、そこに福島の方が来てどういう反応が起こってきたかというようなことを、これは主にインタビュー調査ですけれども、でやったりしています。高知なんかは遠いということもあって全然放射線なんか、事故があってもよそごとだったんだけれども、福島から避難してきた人がいて、それで、ある意味放射線の問題に対して、目覚めてというんですか、それで高知でも学校給食の影線調査をやろうみたいな話があったりしたこともあります。こんなことの追跡調査をしたりしています。それからこれはインターネットウェブを使って、やった調査のごく一部なんですけれども、2013年にやった調査ですが、その宮城県と福島県と東京と京都の人それぞれ800名ずつを対象に、放射性物質、放射線が持って自分や家族の体に及ぼす影響についてどの程度心配していますかというような質問をしました。そうすると当然福島では心配する方が多いんですけれども、東京京都宮城というのはほとんど差がなくて、非常に気になるとかなり気になる合わせて大体 27、8% か 30% ぐらい、つまりその地域差があまりないんですね。こういうことでその一定 その放射性物質とか放射線に関する健康リスクということがこうマスメディアを通じて、広がったということもあると思うんですけれども、実際に自分たちの生活がどういう影響を受けているかということに関してはもちろんものすごく大きな差があります。福島の方は大きいし、東京はそれより少なくって、京都はもっと小さいという、そういう現状認識はちゃんとできているんだけれども、リスクに関する恐怖心とかっていうのはそんなに差はないということで、多分おそらくこれはある種その人間にこう共通の一定程度の人が一定の割合で放射線というものに対して恐怖感だとかリスクというような考えを持つというようなことを少し示唆しているのではないかなというふうに思っております。こんな調査をずっとやったりしてきています。でこのダイアログは、2年前ですか、第5回6回あたりで、参加させていただいたりして、そういうこういうような経験から私のバックグラウンドは科学技術社会論とサイエンステクノロジーのソサエティというのを専門にしておりまして、専門家とその
専門家でない一般の人の間がでどういうふうなコミュニケーションとか知識のやり取りをするかというところを専門にしているんですけれども、そういうところでよく言われているのはそのインタープリターというかこうつなぎ役が大事だということを言われているんですが、その福島の実情なんかを見るとそのつなぎ役というのは一層ではダメで、その地域の方に近い地域の方の中の方のその身体を持っている方と専門的なことが分かる方のつなぎというのがいて、でその専門家のつなぎというのもむしろ そこで何か直接アドバイスするというよりもいろんな分野が関わってますので、ゲートキーパーゲートウェイのような役割をするような専門家がこう必要で、こう2層のつなぎが必要なんじゃないかみたいな話をしておりました。それで、この「FIVE」という雑誌の話になるんですけれども、この3号第3号が、今年のあそこで今売って、販売しておりますので、ご興味のおありの方は、お買いいただければと思うんですが、これのちょっと私が責任編集をして、3.115 の科学と生活 Everyday Life and Science After that March 11 Disaster というのを特集いたしまして、ちょっと小さいんですけれども目次だけご覧いただきますと、まず最初にいろいろこれとは関係ない、5 Bird's Eye View というようなセッションがあって、いろんなところの方が書いていますが、ここの特集ですね、3.115 の科学と生活というところで、私の、ポジションペーパーがあって、それから安藤涼子さんの、これを主催してくれています安藤さんの私がインタビューした、共通の言葉を探すと Looking for a common vocabulary というようなインタビューがあり、それから測定するということに関して心理学者の対談があったり、それからシンガポールの人類学者であるタイソン・ボーンさんという方のエッセイがあったり、それから写真の高井さんの、今日であそこで写真撮ってらっしゃいますけれども、そのごくダイジェストの部分を載せていただいた集落の暮らしを撮るドキュメンティングコミュニティWithin 30 km of the 福島第一パワープラントという高井さんになり、それから先ほどご紹介いただきました宮崎さんの対してのインタビュー、被災者として医師として明日はこれを食えるという話をしようと、As a disaster victim and as a doctor という話があって、それからもう一人アメリカの人類学者であるキム・フォルトンさんという方に福島アウトフォーカスという、福島いろんな大きなディザスターがある、この方はインドのボパールの化学工場の事故に関してのことをずっと研究されている方なんですけれども、大きなそういう事故があるとそこだけにみんなフォーカスしちゃうんだけれども、そうすると見えなくなってきてしまうものもある、あえてその大きなところをこう焦点からずらすことで見えてくるものがあるというようなお話をされています。これが特集の中身で、その後また別の方の方のそのエッセイとかいろいろレビューとかがあったりするという構成になっています。で、だいぶ目次見てお分かりいただけますように、日本語とこう英語でこうちゃんぽんになっていて、全ての論文がこう日本語と英語でこう併記されているわけではないんですけれども、少なくとも本文が日本語で、アブストラクトが英語とかいうような構成になっていたりしますので、日本語が読めない方でもお読みいただけるというような構成になっています。さて、それでこの特徴をちょっとご紹介したいと思います。何度も申し上げましたが、2014年昨年創刊いたしまして、年2回です。年2回っていうのは単純にその労力マンパワーの問題、それ以上できないで、発行部数は非常に少ない、ミニコミの450部です。で、自費出版です。私たち自腹を払ってやっております。で、ミニコミというところにちょっと一つポイントを置かせていただきたいんですけれども、昨日からあるいは今日からも出てますけど、やっぱりそのメディアの問題というのは非常にこういう大きな事故があった時に重要な、今でももちろん重要な問題なんですけども、やっぱりマスのメディアというのは最初から届ける相手がマスであるがゆえに、活動に対してもそこですごい制約がかかっているんだと思うんですね。いくらそのマスメディアに関わっている個人の人々、ジャーナリストや記者の人たちがそれは良心的に振る舞うのが何をしようが、もうそれだけではどうにもならない構造的な問題があるんだというふうに思います。だからやっぱりマスメディアはマスメディアで、もちろんそのいろいろ
問題もあるし、言いたいことも私もいろいろあるんですけれども、だけど それを言ってるだけでやっぱどうにもならない問題があって、やっぱだったらそうじゃないところでもうちょっとそのコミュニケーションの流通の経路を作った方がいいんじゃないかというようなことが本当の一つの出発点にあります。でこの450部という数は一つ私たちが直接知り合いに配ると大体まあ150から200部ぐらいはいくだろう、450全部を知り合いにフェイスとフェイスの関係で配れるという関係ではない。だけどその私たちが配った人が、その人たちが1部2部配っていただけると、私たちの知らない人にも残り200ぐらい届くだろう。さらに全然知らない人がネットで販売してますので買ってくれるというのは50ぐらいあるだろう。そういうような形でちょっとずつこう広がっていく、それぐらいの数なのじゃないかなということも考えて設定してみました。で編集者は3人います。私の他に、私の同僚である水越伸さんという東京大学の教授から、メディア論のメディアスタディーズの専門家です。それから東京芸術大学の毛利義隆さんという、いわゆる文化研究カルチュラルスタディーズの専門家なんですが、一番アイデアを作って、中心になってやっているのがこの水越さんなんですけれども、彼はそのメディア論が専門ですので、情報を発信する人と受ける人の間のそのメディアというものがどういうあり方、どういう役割を持っているかということを専門に研究しています。この人が水越さんですね。これがその毛利さんで、これが雑誌をデザインしている宮田さんという、今名古屋の淑徳大学でいらっしゃるデザイナーの方なんですが、全部手弁当でやっています。で、5 の, その主意書マニフェストというのがあるんですけれども、その中で関連する部分をちょっと読みます。日本にも世界にもメディアとコミュニケーションをめぐる思想と実践を別々の事柄としておくのではなく、たたえを結びつけようと頑張っている人々がいます。思想と実践ですね、クリティカルアナリシスとプラクティス&デザインとかも別々になっているんだけれども、それをやっぱりこう結びつけたい、思想と実践を結びつけたいというのが一つ。それから、そうした人々が集い新しい状況を生み出した時の場を作りたい、クリエイトコモンスフィア、いろんな言い方ができると思うんですけども、それで、特に日本のあちこちで立ち上がりつつあるさまざまな人々を世界各国の仲間たちと結びつけたい、とコネクトピープルということです。でもちろん450部しかないので、そんなに画期的に結びつくはずはないんですけども、ちょっとでもそういう細い経路ができれば嬉しいなというふうに思っています。でこれが第1号が反知性主義の問題です。で第2号もこちらで一緒に売っておりますので、後でご興味がおありの方はお手に取っていただければと思いますが、主にそのアートとポリティクスの関係をやっています。T シャツも作ってあります。これも売ってるのか、 T シャツ売ってない、あ、売ってない。で少しまとめますと、そのいわゆるそのコミュニケーション、情報の作り手と受け手の関係を、リデザインするというようなことですね。そういうことを目指して、そういう場を作りたいということです。でミニラジオなんかも展開したり、それからこういう大きなシンポジウムなんかもやったりして、いろんな形で単に雑誌だけではなくて、いろんなメディアを作ってやっていくということです。で場を作ることっていうのは、いわゆるその研究でも教育でもないんですね。さっき宮崎さんが人は政策ではないと言われたっていうことを行政から言われたって多分同じことで、その場を作りたいんですけどって言われても、そんなの研究費も出ない、教育補助費もないっていうことで、なかなかそのいわゆる大学の教員のその仕事としては認められないんですけども、でもやっぱり知識がこうどういうふうに社会の中で働いていくかってこともインフラの部分ですから、一番大事な部分ではないかなと思っていくんですけれども、逆にその場を作るということにそのなかなか日の目をこう当てない教育行政というんですか、大学運営の在り方というのもどうなのかなというふうにちょっと私は個人的には思います。こんなこともやったりしてますということですね。それで直接そのローカルとグローバルがつながる仕掛けというのがいくつかあって、その話をしたいんですけども、先ほど申し上げましたように日本語と英語がちゃんぽんでやっています。で
これはなかなか特に自然科学系あるいは理工系の方には理解していただけないところかもしれませんけれども、人文系や社会系の活動というのはその言葉と非常に密接に結びついています。なので単にその日本語で書かれたものを英語に翻訳すればいいかというとそうではなくて、その日本語で表現された背景だとか思考の癖だとかそういったものも含めてどういうふうにグローバルな展開をしていくかというのは実はそう単純な問題ではないんですけれども、まあ、そういうことも踏まえつつですので、人文社会系の学問がなかなかグローバル化しないとかそういうこともある。もともと学問自体がローカルな特性を持っているということがあって、でもローカルな特性を持っているからローカルなニーズに本来は応えられるはずなんですけれども、実態はそうなってないというのはあると思いますが、なのでその言葉の問題というのは非常に難しい。で、日本語と英語とだけでいいのか、韓国語はどうしようか、中国語はどうしようかって形をいろいろ考えたんですけれども、結局その労力の問題と、まあ、一番その、まあ、単純でうまくいくだろうということで日本語と英語のチャンピオンというふうにしています。で、もう一つはこの多様性の問題ですね。で、いろんな考え方やいろんなモチベーションを持った人がここにこう参加していて、さっき目次もちらっとお見せしましたけれども、一つだけ例を挙げて、これはイアン・トーマス・アッシュさんという日本に住んでいる映像作家の方なんですけれども、この第3号の中で40歳にしてまたカミングアウトしますというような短いエッセイを寄せられています。彼はアメリカのニューヨーク州の田舎で生まれ育って23歳の時に日本に来たんだけれども、ゲイの方なんですね。で、アメリカではちょっとそういう話はしたけれども、日本に来た時には日本ではずっとカミングアウトしてなかったんだけれども、今40歳でカミングアウトしますという話なんですけれども、まあ、そういったこれ一つ最近日本でもいろいろそういった同性愛の人の結婚をどうするとかっていうことが言われてますけれども、やはりそのいろんな考え方があって、それが共存しているっていうのが当然のその社会であって、それでいいんじゃないかなと思うんですけど、私本当にこう不思議なのは、こと放射線放射能の問題になると考え方が違うっていうことが分かった瞬間に、それも他のものが全部なくなっちゃって、相手の全人格を否定するような行動とか反応がこうワーッと出てくるんですね。それは放射線大丈夫だよって言ってる人もそうだし、危ないよって言ってる人もお互いにこそなんです。原発賛成反対もそうなんですけども、あれが、まあ、それいくら健康に関わる問題とか重大な問題だったらそうなんですけども、やっぱりそこに何か放射能とか原子力っていうものに関する概念とかその言葉の魔力みたいなものがあるんじゃないかなと思って、まあ、その辺の心理学的なメカニズムもちょっと研究したいなと思って、社会心理学者や進化心理学者との共同研究もしてるんですけれども、まあ、そういったその多様性が許容をされるような場として、まあ、ちょっとこんな試みもやってるというご紹介でした。詳しくはこちらのウェブとあちらのサイトの方で、参照いただければと思います。理工してらっしゃるのはこの実務の編集を全部担当されている松井さんという方で、ほとんど一人で本を作ってくださっているんですけど、そんなこともあってご紹介させていただきました。ありがとうございました。